敵だ。一気に決めろ。敵だ。一気に決めろ。せい。セッション、行けるぜ。よし。俺から行く、よろしく。おりゃー、すげえ。俺たち頑張った成果が出ると嬉しいよね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力受け取って、翼。いい。やったね。自信はないけど。セッション行けるぜ。見切った。ここか。衝撃いよし。この戦場駆け抜けるぞ。お。この日を逃すな。貫け。どうよ、毒に侵される気分。絶対決めるね。決まった。まだまだ大丈夫。オッケー、飛んでっちゃえ。いいわね。まずは俺が。決まった。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。よし、生きる。この日を逃すな。俺に続け。よっしゃ。見てろ、これがヒーローだ。いつでもいいぞ。どうだ。ついてきて、翼。任せて。これで終わり。悪の栄えた試しなし。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やっ、やっ。行くぜ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえ。燃えろ。俺の炎。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。キル、やった。衝撃いくよ。さあ、おお、油断するなよ、トバ。分かってるって。やってみねえとわからねえな。くらえ。初めて見るのがいるよ。失敗しない。いつでもいいぞ。失敗しない。この日を逃すぞ。失敗しない。飛んでっちゃえ。
いいわね。まずは俺が寄せとどめ。さて絶対つなげてやるよ。クロムみたいに。よし衝撃いい。よしこの調子でいこちゃん。こんにちは。こんにちは、いつき。こんにちは。二人は何を話してるんだ。シーダに翼お姉ちゃんと仲良くできてるか聞いてたんだ。お兄ちゃんはクロムと仲良くできてる？仲良しだよ。ああ、俺といつきの関係は至って良好だ。うん、みんな仲良しでよかった。気にかけてくれてありがとう、チキ。そういえば俺もクロムとシーダに聞きたいことがあるんだけど、いいかな。何かしら。クロムたちには俺たちの世界はどう見えてる？どう見えているかか。単純な見え方という意味でなら、いつきと同じだ。私たちはマスターの感覚を通してこの世界を見聞きしてるの。感覚を通して。ああ、いつきを通して見聞きした世界は興味深いものばかりだ。特にいつきたちがやっている歌や踊りといった芸能と呼ばれるものにはとても心が惹かれる。ええ、翼が楽しそうに歌っていると私も楽しくなるわ。そっか、二人とも前向きで少し気が楽になったよ。心配してくれたのね、ありがとう。でも大丈夫、私たちの記憶を取り戻す手がかり全くないわけじゃないから。ミラージュたちが起こしている事件、その謎を追うことが俺たち自身を知る手がかりになるはずなんだ。だからイツキ、俺たちはこれからもお前たちに手を貸すつもりだ。ありがとう、二人とも。私も頑張るからね、お兄ちゃん。チキもよろしく頼むよ。